いやさっきからこれ2時間ぐらい練習してんだけどさ、出ねえわスパイダーウェブ。ダメだ、俺にはスパイダーマンとしての素質はないみたいだな。どうも皆さんこんにちは、刑事チャンネルです。いやーね、なんかもう外行って雲に何回か噛まれてこようかな。したらね、ワンチャン出るかもしんないね、その変な汁みたいなのがね、ブシャーってね。まあそうなったら完全にまあヒーローじゃなくてヴィランだよね、ヴィラン。というわけで今日はですね、スパイダーマン、プレイステーション4の、スパイダーマンの、まあ個人的な感想をちょっとね、お話ししていこうかなと思っております。まだね、購入してない方、スパイダーマン買うかどうか迷ってるから、おじさんの感想を聞いてぜひですね、参考にしてみていただければいいかなと思います。参考のね、一つにしていただいて。もう、いやー本当にすごいゲームだった。まだね、興奮冷めやらぬ温度感でいろいろちょっと喋っちゃうので、余談とか無駄な話がめちゃくちゃ多い動画になるかもしれないんだけど、そこは優しい気持ちで見てあげてくださいねというところです。というわけでですね、まあ、このスパイダーマンっていうゲーム、まあ、ちょっとねゲームプレイ、僕のゲームプレイでもねこの辺に出しながらねお話できたらなと思ってるんですけど、まあ、なんかとにかくねもう映画みたいなゲームだなっていうところはねすごい感じたし、みんなもね思うところだと思います。おそらくゲームをプレイしてなくてもこのゲームってあれでしょ、映画みたいな演出がすごいゲームなんでしょっていうのはおそらく想像できる範囲だと思います。もうまさにその通りです。っていうのもね、今ほらプレイステーション4のゲームだけに限らずゲーム全般が演出とかグラフィックとかがめちゃくちゃ向上して映画みたいなゲームだねなんていう風にねよく比較されることがめちゃめちゃ増えてるんですが、もう本当にその通りで、まさに映画のようなゲームの決定版と言っても過言ではないかなっていうのが僕の感想ですね。ただね、ただ単純に映画的だっていうんじゃなくて、そのゲームの中に二面性すごいやっぱりあって、その一つは映画色のすごい強いパートと、ゲーム色がめっちゃ強いパートの2つに分かれてると思うんですよね。例えばそのメインストーリーを進めていくような部分っていうのはやっぱり演出もすごく多くて、そのムービーも結構多かったりして、その映画っぽさのめっちゃ強い一面だと思うんですよ。まあ正直ただね見てるだけでも楽しいんですよ。その演出も派手だし、映画見るのみんな好きですよね。特にそのハリウッド的な映画のド派手な演出の映画って見てるだけでも楽しかったりしますよね。その映画的なものすごい迫力でもう見ながら、ね、こうリモコン握りながら手に汗握りながら、あーすっげえなこの迫力って見てる中でいきなりボタンを押させられるんですよ。まあこれ俗に QTE って言うんですけれどもね、急にバズボタン押せとか言われるんですよ。えっみたいなね。バズボタン押したらその通りスパイダーマンが動くわけですよね。でこの L とか R とかここのボタン押せって言われるんですよ。そしたらスパイダーマンがこう糸ピピ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 ピって出すんですよね。でこういう演出ってゲーム的には昔は結構ねよくね嫌われてたんですよ。なんかそのいきなりボタン押せとか言われて、なんかそれだけのゲームってつまんねえよななんて思われてた演出の一つなんです、 QTE っていうのは。だけどスパイダーマンに関しては全くそんなことを感じさせなかったです。まあなんでかっていうと、そもそも演出がリアルでド派手で、かつ QTE っていうそのボタンを押したことによるスパイダーマンのレスポンスがすごい自然なんで、なんか違和感がないんですよね。違和感もないし、そもそも派手な演出がね、いや、これ、ただの演出じゃないですよ。その前に、それなりに心温まるストーリーがあるんですよ。心温まるストーリーって何ぞやって話なんだけど、それは皆さんで体験してほしいんだけども、もういろいろそのド派手な演出に至るまでの、すごいなんかストーリーがあるって、プレイヤーの心を、めっちゃこう、ふつふつとさせるんですよ。悪者ユウさんみたいな気持ちになってるところで、ものすごい演出が来て、ボタン押せって、このボタン押すの失敗したら俺のせいでゲームが台無しだってなると、めちゃめちゃ熱い思いで B ボタン押すんだよね。B ボタンなんてねえよ。プレイステーションに B ボタンはないんだけど、バツボタン押すわけだよ。LR ボタンも連打するわけだよね。ね、四角ボタンを連打しなさいとかって急に出てくるんだよ。で、俺、ボタン連打すんの？もう、急にこう、持ってたリモコン、急にこうやって持ち出して俺連射するんだよ。それだけやっぱりね、ものすごくその没入感のある映画演出なんですよ。で、それでいて QTE でゲームとして参加させてくれるので、それがね、ものすごく興奮できるっていう話なんですよね。ただそのもちろんストーリー性の強いその演出のパートがそういう QTE とかムービー見てるばっかりじゃなくて、ちゃんと普通に戦闘とかもたくさんあったりするわけですよね。まあ普通に雑魚と戦わされたりボスみたいなのと戦ったりもするんだけども、さっき言った通りそこに行くまでのいろんな過程があってのバトルだから、とにかくね熱く興奮できてしまうんですよねっていう、そういう映画的な局面がめっちゃ強い色濃い部分なのと、もう一本のゲーム性の
強い部分っていうのは、まあ、主にサイドミッションとかっていうのをやってる時はそうだったりするんですけども、まあ、あっちに行って敵倒してこいとかさ、こっちに行ってなんかアイテム集めてこいとか、こっちに行ってなんかそのちょっとしたミッションを受けてこいとか、なんかドローンを追いかけろとかさ、鳩を追いかけろとかさ、そんな言われたりするような作業的なね、ミッションがもう無数にあるんだよね。で、こういう作業的なミッションって、まあ繰り返しでちょっとだるいなって感じることも多いかもしれないんですけども、これね、このゲームに関しては、ちょっとアクションの面に関してはこの後ね、お話しするんですけど、そのアクションっていうね、そのパートがめちゃくちゃ強烈なんだよね。とにかく自分で動かせるスパイダーマンの動きがめちゃくちゃ映画のワンシーンそのままなんですよね。だからゲーム色の色濃い作業的なパートを繰り返していても全然飽きてこなかったりするんですよ。だから映画的な演出の部分とゲーム的な作業的な部分がすごくうまく絡み合っているゲームになっているなというふうにとても強く感じましたね。さあ、そんなわけでですね、まあ感想のここが一番核になる部分ではあるんですけれども、このゲームのアクションっていう面ですね、まあ見ていただいている通りド派手なんですよ。本当に映画のワンシーンなんじゃないかって思えるような場面がもうずっと続いているようなゲームになってます。で、アクションを2つに分ける。1つはね、移動なんですよね。この街を飛び回るスパイダーマンっていうのは本当にね、動かしてるだけでも、ただそれだけでもすごい楽しかったりするんですよね。もうとにかくマップはね、ニューヨークの街をそのままこう作り上げて、その本当どこでも行けてしまうようになってるんですよ。まあ建物全部に入れるとかっていうわけではないんですけれども、ニューヨークの街を縦横無尽に飛び回るっていうのはもうそれこそ昔からね、スパイダーマンでやっていたその映画の演出そのものだったりすると思うんですけれども、でこの動きが爽快なのはいいんだけども、それがなぜ面白いのかっていう話なんですが、これがね、簡単な操作でこれだけの動きができてしまうっていうところがすごい一つのポイントなんですよ。このゲームを初めて手に取ってもすぐにスパイダーマンっぽい動きになって爽快に街中を駆け抜けることができるんですよ。でもただ簡単なだけじゃないんですよ。そのアクロバティックに綺麗にかっこよく街を飛び抜けようと思ったら、ちょっとしたコツとかテクニックは必要になってくるんですよ。まあテクニックっていうほどのものではないんですけどね。簡単なだけじゃつまんないんですよ。ただぼーっと前を押してるだけでなんか派手な演出になるなだけじゃやっぱりつまらないんですよね。その中に遊び心、ちょっとテクニックがあって、お、今の動きちょっとかっこよかったんじゃないとかいう動きながら、そのちょっとした自己満足に浸れたり、あ、今の動き良かったな、ちょっと誰かに見せたいなみたいな気持ちになるようなところが良かったりするんだよね。その難しいだけじゃないんですよ。この難しいだけとストレスになっちゃうからね。あー、もうまたスパイダーマン地面落ちちゃったよとかってなったり、またビルにぶつかっちゃってるスパイダーマンって、これもすっげーつまんなかったりするので、このうまいバランスを取ってきたのがこのゲームの移動部分じゃないかなっていう風に感じてます。で、そんだけすげーよくできてた移動なんですけれども、その反面バトルはね、その反面バトルは、ここまで言うと、ね、バトル全然楽しくないよって言いそうでしょ。違うんですよ。バトルもめっちゃ面白いんですけど、ただ最初はバトルすげー難しく感じると思うんですよ、ね、最初からスパイダーマンって結構いろいろやれることが多いので、なんかその慣れてないと敵に結構やられやすいかもしれないですね。なんか強いはずのスパイダーマンなのに結構やられちゃうなとかってなったり、本当はねすごい颯爽と空を飛び回って敵をボコボコボコって倒せるはずなのに、なんか操作に慣れてないから敵の方に近寄ってって、えいえいえいボコーンってぶん殴るだけで、ぶん殴って倒したら次の敵のとこに行って、えいえいえいボーンって倒すだけっていう、そういう地味なね操作がね、最初のうちひょっとしたらちょっと続くかもしれないんですよね。でそれが続いてしまうと、え、なんか戦闘地味じゃねえかなってひょっとしたら最初感じちゃうかもしれません。でもそう感じる反面、頭の中でいや待てよ、でもこういう操作ってきっとできるよな、頭の中でスパイダーマンの動きをなんとなく想像できるんですよね。でゲームを進めていくと、で進めていくっつってもね、ほんとちょっと進めるだけでね、ある程度操作に慣れていくと、さっき思い描いてたスパイダーマンの動きはほぼほぼそのまんま動かせれるようになるんですよ。だからいろいろやれることが多くて、戦闘自体は割とシビアさも残ってはいるんだけれども、そんな難しい戦闘でも爽快感っていうのはめっちゃ得れるようにできてますね。なんでそんな風に出来上がってるかっていうとね、これ一つポイントがあって、スパイダーマンがね、
一回空中に飛ぶと簡単に地面に落ちてこないんですよね。なんか空中にいる間にいろんな操作をするとなかなかね地面に落ちないんですよ。だからなんかその言ってしまうとガチャプレイって言っちゃうとあれなんだけど、なんか空中に飛んだからとにかくいっぱいボタン押してみようって言って押してるだけでもある程度綺麗な華麗な攻撃になっていくっていうところが一つポイントになってますね。でさらに熟練していくともっと思い通りにね、ただ飛んでからただボタンポチポチ押してるだけだったけれども、今度はもっと狙いすましてあっち行ったりこっち行ったりこんなコンボ決めてみたりここで必殺技入れたりっていうその段階を経て、最初からある程度動かしやすいんだけれども熟練すると別物にさらに変わっていくっていうところがこのゲームの移動アクション、まあバトルも含めてのすごくいいところなんだと僕は思っております。多分ね作った人はねアクションでストレスを感じないように、でそれでいて奥深さみたいなのを出すようにっていうのをすごい練りながら作ったんだろうなっていうのをなんかもうやりながらねすごい感心してしまってね。でそれだけ気持ちいいアクションなもんだから、もちろんゲーム始めてからエンディングを迎えるまでアクションに飽きることなんて一つもなかったね。で最初からまあやることの多いスパイダーマンなんだけど、スキルとかガジェットとか増えていくとできることが増えていくんですよ。だから新しい技を手に入れたら、あ次はこんな風に動いてみたいな、次はさっき失敗したこの動きに挑戦してみたいなとかっていろんなことを考えながらずっとゲームをやることができてしまいました。まあそんなわけでね、アクション面ではもうほぼ100点か120点を叩き出してるこのゲームなんですけど、まあゲーム面とか世界観っていうところに関しては一体どうかなっていうところの感想なんですけど、まあゲーム面っていう点ではね、とにかくそのコスチュームを集めたり、そのスキルとかガジェットとか、まあ結構多種多様にあるんですよね。まあぶっちゃけ言うとね、スキルに関してはそのいろんなスキルをたくさん取ったからといってスパイダーマンの動きが劇的に変わるっていうわけではないんですよ。まあなんか例えば別のファンタジーもんだったら、まあ剣だけ振ってたはずなのに途中から魔法使えるようになったよね、魔法とか火とか氷とかバンバン撃てるようになったとか、そういうわけではないんですよ。まあスパイダーマンはあくまでもね、まあある程度肉弾戦と糸を使った攻撃っていうところがメインになってくるので、絵代わりはねずっとそんなにはしないかもしれないです。ただそれでも、まあ、ガジェットっていうものがあって、まあ、スパイダーマンが出す糸みたいなのでいろんな効果のあるものがあったり、あとコスチュームがね変えられるんだけど、そうスパイダーマンのコスチュームが結構みんなが想像してるスパイダーマンと全然違う形のものとか結構いろいろあって、そういった点でもね遊び心があったりするので、そういうところもねすごいゲーム性としては楽しかったなっていう気がしますね。ただこのゲームってオープンワールドのゲームだったりするんですけれども、その他のオープンワールドのゲームって結構その素材を収集してクラフトするみたいな要素っていうのが結構ね今のオープンワールドのゲームには当たり前のようについてるじゃないですか。スパイダーマンでいうところのそのそういうのって、そのさっき言ったサブミッションみたいなのをクリアしていくとそのトークンっていうのがもらえるんでね、それがまあたくさん集めるとコスチュームを作ったりガジェットを作ったりスキルを覚えたりっていう、まあその素材を集めてクラフトするっていうものの代用みたいに多分なってると思うんだけど、ただなんかねその辺にいる動物をね狩りして素材集めてなんかそのバックパックをパワーアップしたりとかってそういうのがないので、なんか収集とかクラフト要素っていう点に関してはなんか少しね味気なく感じる面もあるかもしれないっちゃ知れないですね。で世界観で言うとね、やっぱりスパイダーマンなんで、多分なんだけど、映画のスパイダーマンを、なんかね、何本か見て、ある程度世界のベースをちょっと知った状態でプレイできると、よりいいのかもしれないですね。まあ、ぶっちゃけね、僕もね、スパイダーマンは、まあ、昔のスパイダーマンをね、3つ、4つ見たことがあるっていうぐらいで、今、改めて PS4 のスパイダーマンやるってなって、じゃあスパイダーマン今までやつすごい覚えてるか思い出せるかって言われたらすげえ怪しいんですよね。でそういうほとんどね初心者と変わらない状態でやったけれども、むちゃくちゃ楽しめることができたんで、まあ、知らなくても正直 120% 楽しめるんだけど、それ以上の感動や楽しみが欲しいなっていう場合は映画をね予習として見ておくといいかもしれません。逆でもいいと思います。でもゲームを楽しんで楽しかったからスパイダーマンに興味が湧いて映画を見るっていうこの順序でももちろんいいと思います。まあでも基本的にスパイダーマン知らなくても、まあ、ゲームやってるとその街中をさ移動するのにさビルの間をピューンって飛び回ってる最中にいろんなね人から電話がかかってくるんだよ。
電話がかかってきてスパイダーマンとお話ししたり、ラジオが流れてきて、まあ、ラジオの中でいろんなことをね話してくれたりするわけですよ。であとサブミッションでアイテムの収集とかしてると、その収集したアイテムからね、過去にどんなことが起きていたのかとか、どんな世界でどんなつながりがあったのかっていうのもうっすらとぼんやりと分かってくるところがあるので、そんなにね気合い入れてなんか予習しなきゃいけないようなものではないとは思います。とにかくシンプル単純に楽しめるゲームなので、あんまり難しく考えずにやってみようっていう感覚で飛び込んで損しないゲームだと僕は思ってるんですよね。ゲームの中でさ、なんかツイッターみたいなのが見れるんだよね。その要はゲームのスパイダーマンの世界のニューヨークの人たちがやってるツイッターみたいなのがあって、そういうの読んでるだけでもねちょっと楽しかったりするんですよね。でまあ最後あのストーリーなんですけど、まあ、ストーリーに関してはね、まあ個人によってまあどういうストーリーが好きか嫌いかっていうのは分かれてくるし、あの変にネタバレみたいなお話はしたくないので、ストーリーの話は特に差し控えさせていただくんですけれども、ただねスパイダーマンのヒロインで MJ、通称 MJ、 メリー・ジェーン MJ っていうね、まあヒロインの女の子がいるんですよ。この MJ がですね、ちょっとうざいんじゃないかって思う瞬間がですね、やってくるんじゃないかなと思うんですよね。詳しくは話しませんよ。詳しくは話さないんですけど、多分そういうシーンがね、ひょっとしたらね、やってくる可能性があるっちゃあるんですよ。で、ただね、ここですごい問題になってるのが、そのヒロインのちょっとうざい行動をどう捉えるかによって、このゲームの、その、まあ、ストーリー部分をどう捉えることができるかっていうのがね、大きく変わってくるんじゃないかなと思うんですよね。このゲームに出てくるキャラクターは、まあ、ヒーローもヒーローじゃない人も、まあ、悪役も脇役も全員に何かしらの信念やそのバックボーンがあっての行動に全員出てるんですよね。でそういうところを一つ一つ見るのもなんかその心にね来るようなストーリーにはなってるかなと思うんですけど、この MJ の行動をね、なんだよこれうぜえなこの女って捉えてしまうのか、あるいはその MJ の考えていることや正義や信念って一体何なんだろうって考えることによって、ひょっとしたらこのゲームのね、あー、まあ、ゲーム部分はめちゃめちゃ楽しいんですけれども、ストーリー部分っていう部分は、まあ、見る人によって違うと思うんですけども、さらに味わい深くなるものがひょっとしたらあるかもしれないなというのが、僕がやってみた感想かなというところになっております。はい、まあそんなわけでですね、結構まあ長くダラダラとお話ししてしまったわけなんですけれども、いやゲームってすごいですよね。去年は去年でね、こんなゲーム今まで見たことはないわみたいなゲームが、まあ、毎年必ず出てくるんですよ。今年強烈に思ってるのはやっぱりこのスパイダーマンで、うわこんなゲーム本当にできる日が来てしまったんだと。こんなゲーム作っちゃったらもうこれを超えるゲームなんかできないんじゃないのって思えるような作品にね毎年出会うんですよ。今年これで、来年また多分これを超えるゲームが出てくるとしたら、それはもうとんでもないことだよねなんていう風に感じているんですけども、そうなる前に一度皆さんぜひねこのスパイダーマン体験してみていただきたいななんて思っております。ということで、まあ、参考になったかならないかはちょっと別としてね個人的な感想でした。まあ、皆さんぜひねプレイしてみた方、よかったらネタバレしない程度でですね、感想を書いていっていただければ、まあ、悩んでる人がね僕のコメントだけではなくて皆さんのコメントなんかも吟味して一緒にその参考になっていくかなと思いますので、ぜひコメント書いてみてください。ということでご視聴ありがとうございました。ぜひまた別の何かしらの動画でお会いしましょう。それじゃまたね。